どうもシュートです。さあ今回もいいフットボールアプリの動画を撮ってきますけれども、今回も今週のガチスカ紹介、まあ2024ラストですけどやっていきましょう。まあ今現状順位レートとかに関してはレート2032順位43と、先週も43位でガチスカ動画撮ってたような気はしますが、今回紹介していくスカット先週とはまたちょっと違ったやつを使ってるんですけれども、まあ現在ディビジョン1で18連勝中と、まあ結構調子がいいですね。ノンストップでまあレート100手前ぐらい上がった気はしますが、まあ今回はいつも通り今週のガチスカをまず紹介していって、その次に現役のみで組んだスカット、まあ一緒にちょっとね調子がいい選手見ていきながら組んでいこうと思いますけれども、それでもやってで最後にガチスカでの1試合、まあちょっといい感じのやつを見せていこうかなと思います。それでは早速ガチスカ紹介していきますが、今週はこちらの4132ロングカウンターでやってますね。まあ前々からね結構使ってた、前のフェーズは多分レート2160とかいったのはこのスカットだったと思うんですけれども、まあやっぱこれすごい安定しますね。まあ選手への指示に関してはだいたいこんな感じで、まあ相手の攻撃枚数が多い時はラインダウンでアラウホに入れてディフェンスライン5バックにしつつ、まあちょっと真ん中1人ジェラードで守ってもらうみたいな、まあジェラードシステムって呼んでたフォーメーションですかね。まあライブアップでいい選手で言えばムバッペとファンダイクがまあスタメンに入ってて、まあ、ベンチはハーランド、ヤマル、エゼ、バルベルデ、ダニオルモ、グバルディオルが入ってる感じですね。まあ A が結構多いかな。まあ正直 B のねビニシウスとか使いたいんですけど、まあちょっと A のハーランドも悪くないというか、まあ35試合で34ゴール6アシストと結構活躍はしてるんで、まあちょっと慣れたい気持ちもありますし今は使ってますかね。でもまあビニシウスに変わるでしょう。まあダニオルモとかもそんな注目はされてなかったですけど、逆足精度が最高だったり、まあある程度ドリブルできる能力、パスも上手かったりしてスキルも揃っててフェノミナルフィニッシュ持ちなんで、まあすごい点は取りやすいですかね。で、まあ一番今キーとなってるのはここのヘーネスですかね。まあものすごい使用感が良くて、まあ重くても軽くてもしっかり活躍してくれるタイプですし、まあミドルとかはね決定力ちょっと微妙ではありますけど、ある程度キック力高くて決めてくれるんで、まあ最前線だいぶ向いてる選手なんじゃないかなと。個人的には今すごい ST ヘイネスハマってて、まあ後で見せていく試合もヘイネスがかなり効いてたので、よかったらぜひ最後まで見ていてください。では現役のミスカットをちょっと一緒に組んでいこうかなと思いますけれども、並び替えポジション順にしてライブアップデート AB にして、まあゴールキーパーからいつも通り行きましょうかね。まあキーパーに関してはクルトワーかノイヤーかポープあたりがまあ調子がいいんで、まあこん中だったらクルトワが一番好きかなと思うんでクルトワにしますが、キーパーはやっぱ信頼度で決めるべきですかね。じゃあ次センターバックはまあリュディガー B だったりサリバ B、また組んで A とかもサイドバックで使えるんで助かりますかね。まあとりあえずサリバ入れて、まあファンダイクはちょっとショータイムなんで一応ベンチに置いといて、まあグバルディオルもそんな感じですかね。まあ別に他のハイライト使ってもいいとは思いますけど、まあちょっと無課金美課金目線で組むってなったらちょっとあれなんで、まあリュディガー入れときますかね。じゃあ次サイドバック見ていきますが、まあ左は結構いますかね。コルウィル、ヘイニュード、メンディーとかもいますし、守備的もまあ割と揃ってるとは思うんで、まあ大体こんな感じで組んでおきましょうかね。で右サイドバックに関してはまあいつも通りそんな優秀な選手多いわけではないですけど、やっぱパバールとかいるんで、まあこれちょっと課金のハイライトですけど、まあ別にジャパンツアーのやつとかも全然強いかな。じゃあ次 DMF、 まあここはねオナナがいるんで、もうオナナが一番適任地なんじゃないかなとは思いますね。でかくて速くてしっかり守れてパスとかもまあそこそこ出せるタイプで、まあ2ボランチ枠だったらリコルイスだったりカイセドとかも強いですし、まあ 1DMF 他だったらチュアメニ、まああと2ボランチ枠ロボツカもいいですね。まあコバチッチ、まあ最近好きですし、まあちょっとベンチに置いておきましょう。で次 CMF 見ていくと、まあソボスライだったりアンギサ A 引いてますし、バレッラも A 引いてるね。まあバレッラとかはねショータイムとか来てたらもうちょっと使われるんかなって感じしますが、まああとペドリ B だったり、レオンも B、 あとバルベルで A なんで、まあバルベルでここの位置 CMF しかできないですけど、まあ別にそこそこは上がってくれますし、まあ攻守にわたって貢献できるタイプだと思うんで、すごい当てはまるいい選手だと思いますね。まあ一応レオンもまあベンチに置いといて、まあ右ハーフ枠にまあこのラファシューバとか、まあこれは課金ハイライトですけど、まあマッチパスとかでも全然強いと思いますし、まあブライム・ディアスとかも全然悪くはないですかね。でまああとそうですね、 OMF で使えそうなので言えば、まあデブライネとかもまあこの習慣だったらそこそこ足速いんで悪くはないかなと思いますし、まあでもそんぐらい
ぐらいですかね。じゃあ次ウィングとか見ていきますけれども、まあまずデンベレ B ですね。デンベレ B はすごいありがたいんで、まあここに置きましょう。まあ他サイドハーフとかできそうな選手はあんまりいない感じ。まああとサカとかもまあ一応優秀かな。で次 CF、 まあホドリゴが B だったり、まあイサクも B、 この辺はまあ優秀かな。でまあ何よりやっぱムバッペが A なんで、もうここはね最前線はとりあえず黙ってムバッペ使っとけばいいかなと思いますし、まあ相方の無印 CF とか ST 枠で考えたら、まあ、ヤマルとかちょっとねショータイムなんであれですけど、そうやな、まあ普通にレオンとか使ってもいいんじゃないかなと思いますね。まあちょっと最前線 CFST ウィングで優秀な選手は若干少ないような感じはしますね。ディフェンスラインこの辺あたりまでは全然いいんですけど、サイドと最前線ちょっと今週少ないかなって感じはしますが、まあこのメンツで組めたらまあ別に強いですね。ではラストにちょっとこのガチスカ使った試合1試合見てもらいましょうと思ったんですけど、まあ2試合分も試合映像撮ってたんで、2試合のまあ全部のゴール集みたいな感じで今回は見ていきますかね。まあゴールも結構あるんで、まあ見応えはあるかなと思います。さあもうこの辺早速点入るんですけど、テュラムで奪ってヘイネスでちょっと溜めて、まあこれはサイドバックの動きがあんま良くなかったんでプラティニが抜け出しちゃいましたが、ここで横パスもらってヘイネスこっち入れてから逆足じゃない逆サイドに流し込みですね。まあこの辺とかも落ち着いててスライドもまあまた通ったけどいい感じかな。さあでは2点目は相手のコーナーからのカウンターですね。ここショートコーナーされましたが、ウリヘイネスでカットしてちょっと運んでちょっと運んで、このスルーパスがまあなんか通っていい感じに通って、エンバペ抜け出しのここちょっとスライド溜めてからアウト入れたかったんですけど、まあちょっと入らず、でもバルベルデでしっかりちょっとキープに入ってここスライドでかわしてダブルタッチ入れてからもう一回スライドでコンカでゴール。まあやっぱバルベルデのここの粘り強さ、まあドリブル能力とかそんな高くないんですけど、やっぱ結構使いやすいですね、フィジカル高い選手は。まあ僕はやっぱ身軽系よりも、まあごつい系、ごつごつした系の方がドリブルはしやすいですね。ごつごつしててドリブル能力低かったらそれはドリブルしにくいですけど、ごつごつしててドリブルも高い選手がいいね。さあここヘイネスのまあ軽さ、まあこのね試合やってた時多分何時やろ、5時48分なんで、まあ、だいぶ朝方なんですけど、やっぱ朝方めちゃくちゃ軽いね。試合映像見ててもわかるかなと思いますけど、動きめちゃくちゃ軽いっしょ。やっぱちょっとでも重い中やるとね、まあここのゴールシーンもそうですけど、パス交換とかもすんごいなんかワンテンポ遅れて難しかったりもするんで、まあドリブル重視で行くにしろパス重視で行くにしろやっぱり軽い方が、まあ、軽いに越したことはないですよね。さあここもバルベルデめっちゃいいパス出して、ヘイネスいい抜け出しからのシュート打ってもよかったんですけど、まあちょっと調子乗っちゃってこね出して、でももうなんかやることないわと思って横パスワンシュー。まあでもね夕方とか昼にやってても軽い時間帯ってまあたまにあるんで、まあちょっとでも重かったらその日はやめる、軽かったら続けるみたいなのが一番いいんかな。さあここもヘイネスいい感じで抜け出してパスもらって、ここスライドでかわして横パスワンシュでゴール。まあ配信とかでもよく重い重い言いながらねスライドを取られてると思うんですけど、軽かったらねこんなギリギリなところも取られないんですよ。だからまあ当たり前ですけど圧倒的に軽い方がいいですね。さあここはもう次の試合2試合目なんですけど、まあ、ここでパス交換、 CF でパス交換してダイレダブタからのヘイネスの左足、まあ、多分決定力82-83ぐらいだったと思うんですけど、さすがにこんぐらいのゴール前はね簡単に決めちゃいます。でまあこれ相手の開幕奪ってからのたまたまパスね、もうこんなん全然狙ってなかったんですけど、ボタン間違えて押しただけなんですが、いい感じに通ってゴール。まあ本当にたまにねルーレットで抜けるみたいなたまたまゴールですね。さあここは富安さんのヘディング、まあ特になんか言うこともなしで、まあちょっと1失点しちゃったんですけど、まあこの辺のヘイネスのスライドとかもまあめちゃくちゃ扱いやすそうでしょ。まあここもねやっぱ無理効くんすよ。最後ギリギリ足出されて取られちゃいましたけど、やばいと思ってかわせるのがやっぱ軽い時のスライドドリブルかな。重かったらもう衝突して終わりなんでね。さあここはベイルからヘイネスもらって、またヘイネスのスライドですね。ここちょっと一回取られるんですけど、まあもう一回取り返して、まあ間行って、まあここまたスライドで2枚引きつけて1個入れてからのこのね縦行きたかったんですけど、まあ惜しかったね。まあでもだいぶキレキレなのは伝わったでしょう。さあここは DMF アラウホが降りてきてしっかりボール奪ってくれて、ジェラードでスライドしつつパス出してヘイネス、ムバッペとつないでムバッペでシューキャン入れてからコンカでゴール。
まあ相手マッチアップかけてなかったんで、足出して、まあ逆取れるとかはなかったんですけど、まあでも綺麗に決まりましたね。っていう感じで、まあゴール集は以上ですね。2試合分いかがでしたでしょうか。まあとにかく、やっぱ軽いとドリブルしやすいっていうのが伝わったと思いますし、まあパス交換も、AI の動きもやっぱ軽いと良くなる気がするんで、まあポン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 ワンタッチパスとかテンポよく繋いでいくのも軽いとできやすいし、もうほんと軽ければ、もうめちゃくちゃ楽しいゲームですね。まあぜひ今回のガチスカ紹介参考にスカッと組んでみてはいかがでしょうか。それでは今回ここで動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録よりかぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。